クツワムシ、クツワムシ、クツワムシ、メカポダニポナンススとは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。体は緑色、または褐色で、羽は幅広い。オスはガチャガチャとなく、日本固有種で、関東以南から九州まで分布。別名クダマき。大型で体高が高く、ずんぐりとしたその体の側面積は、日本のキリギリスア目中最大、体調では、 かやきりの方が、はるかに上回る。また、肉食性が強い動和目にあって、草食、しかもほぼクズの単食という食性は、異食と言える。メスは、オスよりも羽が細長く、体が巨大であることを除けば、つゆ虫やくだまきもどきに、やや煮るが、産卵管は健常である。体食は、個体変異が大きく、緑色の個体と褐色の個体がある。 保護食と考えられるが、両者は、同所的に混在し、生息フィールドごとに同じ色の個体群が安定して、住んでいるわけではない。本州、茨城県、新潟県以南、淡路島、四国、九州、沖、津島、朝鮮半島、加藤、夜行性。開けた場所をあまり好まず林園の下草に住む。豆か植物、とりわけクズの葉を好んで食べ、 生息地もクズの繁茂している場所である場合が多い。肉食もするが、クズの葉だけでも問題なく生育する。これは、豆科植物がタンパク質を多く含むためだと言われている。豆科以外にも、カラスウリやアマチャズル、アレチウリなどのウリカ、ヤブカラシ、ヘクソカアズラなど、種子のツル植物を食うのが目撃されている。また、強草や、 メヒシバなど一部の単子用植物も食べる。浮化した成虫は、早い個体では7月下旬より出現し、野生で声が聞かれるのは10月いっぱいまでである。一方、飼育下で餌や容器、温度など良好な環境を整えてやると、年を越して最長2月まで生きることもある。メスは土中に産卵する。幼虫は産卵翌年の4月下旬、6月上旬に孵化する。 体が重く、かつ、足が非常に長いため、収齢近くになるにつれ脱皮に失敗する個体が多くなる。また、一般的に直し目の幼虫期間は2ヶ月程度で、あるが、クツワムシは、成長が、やや遅く、不可からうかまでに3ヶ月前後かかることもある。野生下ではほぼクズの破線食だが、飼育下では、様々な野菜や人工飼料も食べる。特に、犬、猫。 金魚東洋の乾燥飼料は大変よく食べる。腐敗した餌や汚れた飲み水、よどんだ空気には弱い。キリギリスカズイイチの装飾者である彼らは、積極的殺傷行為、共食い行動はしないが、相応の縄張り意識を持っているため、養殖の限られた飼育用機内ではしばしば突発的に取っ組み合いの喧嘩を起こし、ただでさえ、脆い足型安く取れてしまう。また、 一本でも足を失った個体は、その分動きが鈍くなり、他の健康な個体から寄ってたかって虐待され、残っている足をさらに次々と失いだるま状態になってしまう。このため飼育下で長生きを望むのであれば、単独飼育が無難である。大型で人間を含む天敵に対し姿が目立つ上、動きが鈍く、希少能力も乏しい。生息地木図の群落に限られる。 このためクツワムシは環境破壊に弱く各地で減少と個体群ごとの絶滅が進みまた一旦破壊された環境がその後回復しても立ちからの個体群の回帰がなかなか進まない。伊豆半島以南の本州、四国、九州、沖縄などのタリ島に分布。八丈島には移入により分布。アジアの亜熱帯から熱帯地域諸国。 北上していると言われ、1950年頃までは愛知県が北限。なお、横浜や東京湾岸のお台場でも最終例がある。しかしこれは散発的かつ一時的なものであり、単純に北上とは考えにくい。ツワム虫に比べはは、丸みが少なく細長く、背面側の先端近くが緩やかに上にカーブし、へこんだように見える。また個体によっては、 羽の側面に現れる黒縁もクツワムシより多く、大きい。成虫の全境上面側面の角の部分が黒ずむ。幼虫ではこの部分はクツワムシと同じ色である。南方系種であり、在来のクツワムシよりも高温、乾燥に強い傾向にある。また、褐色個体の割合が高い。これは、本種が緑色型として浮化し外骨格の硬化が完了した個体であっても、 日照量の少ない日陰や夜間での活動を続けると、1ヶ月程度で褐色に変化してしまうからである。飼育下では、クツワム虫は植物質と動物質をほぼ同率で食うが、本種はさほど動物質に固執せず、植物のみで成長、生存する。また昼間クツワム虫は草の根元近くで休むことが多いが、本種は葉の上に乗って休むことが多い。このためより、 植物の茂った環境に依存していると考えられる。生息環境で柑乱が起こると速やかにその場を放棄し移動する。くつわ虫は生息環境に柑乱が起こると著しく数を減らすか滅んでしまう。別名の通り輪が長く移動力に長けているため蒸気のように北上、または散発的な発生が見られる。 特にオスはよく飛翔し、数回泣くと飛んで、また場所を変えて泣き出す。メスは、羽の長いものと短いものがいて、短い方は、後ろ足の膝ぐらいの長さの羽を持ち、長いものはこれよりさらに0.5から1センチほど長く、卵の成熟しない若い個体はよく飛翔する。靴は虫よりもさらに長明で、温暖な環境では散乱した卵が孵化する時期まで、生存していることもある。 鳴き声は、ギュワ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 、ギュルルルルルルル,ル,ルと、まるで飛行機のレシプロエンジンのようである。主に、マレーシアに分布する大型種。天使した標本の状態のものが、装飾品土産物として、輸入、販売されている。極めて長い足を広げた、大きさは、大人の手のひらほどもある。前凶は角張り、円に、トゲがある。羽は、 先端型が,があり、幅が広く、この葉に似ている。顔やビタンは、靴は虫族に似る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。